はい。皆さん、こんにちは。機械系男子のケンチです、えー。今回もですね、人間の建設の一つの章について、えー、動画を撮っていくんですけども、えー、前回、えっと前々回の動画でやったような、まあ、このノートのメイキング動画、ノートのね、作り方に、それをね、アフレコするっていう動画をやってたんですけども、ちょっとあれはね、結構手間がかかる上に、あんまりうまく作れないってことが分かったんで、あのやり方はちょっとやめます。 なのでまあこれからはですねちょっと前までのスタイルに戻って自分が話していくスタイルに変えようと思いますでまあもしかしたらねそのメイキング動画だけの動画を出すかもしれない自分が喋るんじゃなくてまあ音楽に乗せながらそのどういう順番で書かれてたかっていうのをもしかしたら動画にするかもしれないんでそちらもちょっと楽しみにしてくださいそれではですね今回人間の建設のですねえ後ろから3番目ですね記憶が蘇るっていう についいててお話ししていこうと思いますこの「記憶が蘇る」っていうことなんですけどもこの中の話で自分がちょっと面白いなって思った話を一つ紹介したいと思いますそれがですねベルグソンっていう方が書かれた「物質と記憶」っていう本があるんですよでその本についての紹介なんですけどその本は失語症って言われる 病気について扱ってるものなんですけど、まあ、扱ってるというか、まあ、実際研究して、失語症がどんなものかっていうのを解明しようとした本なんですけど、失語症っていうのはですね、まあ、そのまま読むとですね、言葉を失っちゃうって書くんですけど、これはですね、なんか脳に何かしら衝撃が受けて、その人がね、まあ記憶装置じゃないんだけども、その人の記憶はあるし、その人の意思もあると。で、何か喋ろうとしてるんだけど、言葉が出てこないっていう。そういうのを失語症っていうんですね。 で、一昔前までは、この失語症っていうのは、まあ、脳に大きなダメージがいったんで、その言語機能、自分が獲得した、まあ、日本語だったら日本語の言語機能が失われたんじゃないかっていう風に考えられたんですね。だから、意思はあるんだけど、日本語を忘れちゃったから、その、日本語に乗せて話すことができないっていう、そういう風に思われてたんですよ。でも実際そうじゃないってことが、このベルグソンさんの研究で分かったんですけど、ベルグソンさんがね、どんなことをやったかっていうのは、言うなればね、その、 神経伝達の、まあ、電,電気信号みたいな電気信号と、あとはその脳細胞の動きを多分見たんだと思います。で、それを見たら、何かしら言葉を発しようとしているときに、神経細胞というか、神経が通ってるのは分かったと。電気信号が行ってるのは分かったんだけど、その先の細胞がですね、動いてないってことが分かったんですね。つまりは、喋ろうとして、その言葉を多分ね、載せた信号が送られているんですけども、じゃあそれを実際、今度細胞が動いて、 え、各、まあ、喉とか口の器官に働きをかけてっていうふうな、そこの細胞が動いてないってことが分かったんですね。これはね、一つ例えで言うと、オーケストラがあって、指揮者がいる状態と伴奏者がいる状態。で、指揮者は指揮、まあ、タクトを振ってるんだけども、伴奏者の方が伴奏してくれないっていう状態に近いってことが分かったんですね。だから、日本語の言語機能は失われてなかったんだけど、その日本語の言語機能を司る細胞が動いてないってことが分かったんですよ。 これがね、結構面白い話でして、で、またね、ちょっと別の話を取り上げると、どっちだったかな、岡さんだったか、岡、まあ、さんだったかな、が言ったのは、本当の記憶は自分が頭に入れた記憶よりも、より広大であるってことを言ったんですよ。これどういう意味合いかっていうと、自分が生まれてから今まで獲得してきた記憶っていうのは、まあ、当然それは記憶なんだけども、それ以上に自分の まあ本能的というか、細胞レベルで覚えていることがあると。で、それは、えー、自分の先祖からの、まあ、文明だったり、民族とか、そこら辺の慣習ってのが、自分の細胞が覚えてるっていうふうな意味合いで言われてるんですね。で、この話とね、さっきのその失語症の話を考えると、えー、っと、自分は今までその、自分が今まで経験したことないとか、ふとした時に興味を持ち始めるってことってあるじゃないですか。で、それが、 えー、自分の記憶の中には、それに対しての知識とか、なんか関心とかはなかったんだけど、なぜか心が動くっていうこと。これがさっきの失語症で言うと逆のパターンで、自分の細胞レベルで、自分の細胞に記憶が宿ってるんだったら、タイトルで言われているように、えー、記憶が蘇るっていう意味合いで、自分の細胞がですね、記憶が蘇って、自分の細胞が動いている状態ですね。でも今度は識者がいないんですよ。 だから、心は動くんだけども、なんでそれが心が動くかっていうのは、自分の頭のレベルでは理解できないんですね。つまりは、えー、自分が今まで生まれてから獲得してきた記憶だと、まだそれは全くわかんないんだけども、でも自分の細胞は覚えてると。それによって、細胞が反応して、記憶が蘇って心が踊ってるっていう、まあ、そういう状態に近いのかなっていう意味合いがあると思うので、なのでね、この記憶が蘇るっていう章で語られてるのは、 自分が生まれてから獲得した記憶ももちろんそれは大事なんだけども、自分の細胞レベルの記憶、要は心が踊るか踊らないか、そっちの方もすごいね、広大な記憶が蘇ってるはずなんで、その心が踊るとかね、怖いんだけども、こっちの方がワクワクするっていう方、そこで選択を迫られると思うんですよ。その時に、ぜひね、その自分の細胞レベルの記憶に頼ってみて、そっちの道に進むっていうのもありなんじゃないかなっていうような考え方になれる章でした。 はい。えー、ではですね、今回人間の建設の記憶が蘇るっていう章について紹介させていただきました。少しでも参考になったら嬉しいなって思います。それでは今回の動画はここまでです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。